はいどうも、タクタクです。7年後で待ってやっていきましょう。葵が、そうだ、最初に出会った時、父さんたちは葵ちゃんと春人、二人のどちらかを子供にするはずだった。でも父さんも母さんもどちらかなんて選べなかったんだ。だから二人ともうちの子になってほしいって思ったんだ。だけど、葵ちゃんは直前に病気で亡くなってしまってな。春人、昔自分が病気だったことは知っているか？うん、心臓の病気だったって。それで移植手術を受けて。そうか、知っていた。いや、思い出していたのか。じゃあ葵ちゃんとその移植のことも。やっぱり心臓のドナーは葵なの？そうだ。ハルト、父さんにはハルトがどんな気持ちなのかはわからない。でも父さんも母さんもハルトが生きていてくれてよかったと思っているよ。父さん、ありがとう。でも大丈夫。いろいろ思い出したり、知ったりして、なんとなく分かってたんだ。そうか、父さんは、ハルトがショックを受けると勝手に思っていたが、もうずっと大人になっていたんだな。ねえ、葵がどうして亡くなったか父さんは知ってるの？ああ、葵ちゃんは LMD という難しい病気でな、急な発作を起こして亡くなってしまったんだよ。急なことでな、父さんたちも本当にびっくりしたし悲しかったよ。そしてショックだっただろう、ハルトも手術以前の記憶をなくしていた。すまなかったな。いつか話そうとは思っていたんだが。ありがとう。じゃあ、父さんはリクやかけるほのかのことも知ってるの？リク、確かハルトのお友達だったかな。ハルト、正直に言うと、父さんたちが病院にいた頃のハルトや葵ちゃんに会ったのは一度だけなんだ。たった一度で子供にしようって決めたの？ああ、今でも間違ってなかったととても良かったと思っているよ。そうですか。はははは。じゃあ父さんは行ってくるよ。あ、父さん。ん？家、焼けちゃってやっぱり悲しくない？母さんは泣いちゃうかもな。ははは。まあ、亡くなったものは戻らないんだ。仕方ない。気にするな。火災保険も降りる。火災保険はどうでもいいか、今は。もし亡くなったものが戻るなら。いやいや、その前に情報収集しておかないと。まずはリクにも話してみよう。うん。ここは、いつもの病院ってこといいのかな。リク、俺んち燃えちゃってさ、はみたいな感じでいくのかな。そんな感じではいけねえよ。リクどこにいんだ、そもそも。ショートカット。まあ、こっちにいそうだよね。ここの、あ、ここ勝手に入れないんだっけ？どうなんだっけ？甲賀さんのお友達の、どうぞ。お、いける。甲賀さんでいいんだっけ？あれ？こける。あ、ハルト。リクは？あれ、リクは？ハルト。ん？ハルト？どうした？かける。え？かける？なんで泣いてるの？サキちゃんが、サキちゃんが死んじゃった！やっぱり。え？かける。何言って。本当に先死んだのか。うん、どうして死んじゃったんだろう。どんどん暗くなっていく。タイムリープするか、これもしかして。お、戻ってる。臭くない？これどうした？ああ、まだ戻ってなかった。何があったの？かける、もう大丈夫？うん。ねえ、ハルト。ん？これ、ハルトの分だって。手紙？うん、兄ちゃんが置いていった、サキちゃんからの。
そっか。兄ちゃんはさ、サキちゃんが好きだったんだよ。そうだったのか。え、そうなの？うん、昔ね。今は？そっか。ハルト、もう大丈夫？わかった。じゃあ。リックはどこ行った？あ、ほのちゃんは今会えないよ。なぜ？手術なんだって。何？このタイミングで。手術？うん、そうなんだ。どうするんだよ。これは助かる手術をもしかしてしてんのかな？逆にね。心臓の提供先がなくなったから。はは。何がほのかを助けてあげてだよ。それが最後に言いたかったってこと？ことって。さっきが言ったことやな。さっき。あ、そうだ。手紙があるんだ。はは、手紙。なんて書いてあんの？ハルトへ。ほのかをいっぱい笑わせてあげてください。約束、きちんと守ってね。さっきより短すぎるでしょ。リクは？あ、タイムリープする気は絶対。先生。いや、ハルト君、来るんじゃないかと思ってたよ。サキちゃんが亡くなったそうだね。はい。そうか。病院でも少し騒ぎになっているみたいだね。僕にも何度か連絡が来たよ。多分サキは僕らの話を聞いていたんです。それで、まあ僕にはよくわからないけれど、ハルト君がもし何か用事があってここに来たのなら急いだ方がいいと思うよ。先生、もう一度月曜日に戻してください。うん、いいだろう。条件は前回と同じ。そして戻ったら絶対に全てを僕に話すこと。いいね。はい、それで大丈夫です。よし、じゃあこっちへ。何回目のタイムリープだこれ。4回、3、4回目だよな。じゃあ準備はいいね。はい。ではボタンを押すよ。ああ、そうそう。意識を失う前に一つ教えておいてあげるよ。ハルト君、君は7年前、何らかの出来事があって自分の記憶を失ったと思っているよね。でも実はそうじゃない。何？君の記憶は消えたんじゃなく、消されたんだよ。アイバナさんでいいんだっけ？青い。彼女が消したんだ。どういうこと？もうちょっと眠る、飛ぶ前にそういう気になること言うのやめて。あ、葵が？そのことも教えてくれよ、あっちに行ったら。あっちに行ったらというか飛んだら。そう、今はとても後悔しているよ。消してしまったことをね。あんたが消したんかーい！記憶。お、セーブしよう。セーブ、あ、でもチャプターセーブされてるかな。戻ってきた。ファン。くん、ハルトくん。戻ってきた。う、は、は、は。大丈夫かい？少し様子がおかしかったけれど。また戻ってこれた。ハルトくん、大丈夫かい？先生、話さないといけないこと、それと聞きたいことがあります。かくかくしかじか。これが4回目の月曜日だということ、そして必要なことをすべて話した。先生、記憶を消したのは葵って本当なんですか？教えてください。ああ、事実だよ。そんな、なんで？いや、そもそもどうやって記憶を消すなんて、そんなことできるんですか？ああ、僕の専門は脳と記憶に関することでね。昔はそういったことを研究していたんだ。完璧にではないけれど、ある方法を使うことによって記憶を消すこともできる。そのある方法っていうのは、先生が葵に教えたってことですか？いや、説明が足りなかったね。ハルト君の記憶を消したのは僕でもある。は？葵と先生が二人で消した？そう、彼女が願ったんだよ。君の記憶を消してくれとね。だから、
7年前、僕は君の記憶を消した。どうして葵は先生にそんなことを頼んだんですか？それは、もしかして、僕のためですか？なんか、よっぽど見てはいけないことを、知ってはいけないことを知ってしまった。あ、その事実を知っちゃったってことがあるとか、多分。そうだよ。葵ちゃんは。そういうことだよ、多分ね。どうしてそんなことを頼むんだい？ハルトには忘れてほしいんです。覚えていたらきっと辛い思いをするから。葵ちゃんはそれで寂しくないのかい？でも、私はもうすぐいなくなっちゃうから。関係ないですよ。葵ちゃん、関係なくなんかないよ。今ここにいる君は寂しくないのかい？葵ちゃん、本当の気持ちを言ってみて。葵の記憶を消してほしいってことか。ハルトの中から。寂しい。本当は寂しいです。私のことを忘れてほしくない。初めて会った日のことも、星を見ようとしたことも、一緒にいたことも、全部忘れてほしくない。なら。でも、ハルトには幸せな人生を送ってほしい。新しい家で大きな学校に通って、たくさん友達を作って、春にはお花見して、夏には海に行って、秋には美味しいものいっぱい食べて、冬には鎌倉作って、それで友達とお餅食べるんです。寒いね、でも鎌倉の中は暖かいねって言って、日が暮れてきたらろうそくを持ってきて、そのまま寝ちゃうんだけど、母さんにこらって怒られて、そんな生活を、送ってほしいんです。鎌倉でお餅か。そこじゃねえ。そこじゃない気もするんだけど、楽しそうだね。はい、そこじゃない気もするんですけど。分かったよ、分かったんだ。ハルト君の記憶を消そう。お願いします。純粋に葵の消してくれた方が辛くならないっていう、そういうことだったんですね。葵、ハルト君、今まで君にこのことを教えなかったのは謝る。ただハルト君には自分の力で思い出してほしかったんだ。葵ちゃんのこと、そして昔のこと、こうしてこれからも記憶を取り戻していってほしい。それは先生が僕の記憶を消したからですか？いや、そうじゃない。それは、ん？ハルト君、僕も君と同じなんだよ。どういうこと？7年前、記憶をなくしたんだ。先生が記憶を？ああ。だけどね、今では全てを思い出すことができた。だからハルト君、同じ境遇の君にも取り戻してほしいんだよ。自分の力で。先生はどうして記憶を？それはまた今度話そうか。今教えてくれよ。わかりました。先生、一つお願いがあります。右手首を見せてもらえませんか？構わないよ。そこだけは話してなかったんだ。やけどの跡はない。ありがとうございます。ふう。それでハード君はこれからどうするんだい？これから、ああ、また石内部長のところへ行くのかい？それをする必要はないだろう、多分。それはわかりません。前の時僕は結局陸に頼っただけでした。今回は自分で考えてみます。そうか。どうすんだろう、この会話。先生！葵が死んだ理由は？いえ、やっぱいいです。自分で思い出す。ですよね。そうだね。葵の話、教えてくれてありがとうございました。じゃあ。話しすぎたな。ありがとうございました。か。なんだろう。感謝されるようなことはないという。お願いします。ああ、任せてくれていいよ。やる以上はきちんとやる。先生、ごめんなさい。さっきの嘘なんです。さっき言ったこと全部。
ハルトのためなんかじゃない。全部自分のためだから。望んだもの。これまず、まあ、それはわかんない。それはなんでなん。それはなんでなんですか。セーブしまして。なんで自分のためなんだろう。今日は何曜日？月曜日。で、病院かな。病院行ってみる。こんな書いてみようか。はあ、これからどうしよう。なんだかどんどん状況が悪くなってる気がする。もう一度石内部長に会って、それでこのタイミングだとむずくないか。赤いナース、あの人も覚えてないんだよな。あ、誰か来た。この前私、こんな話、こんな噂聞いちゃって、この病院、霊安室にね、幽霊が出るんですって。やだ、怖い。もう私本当に幽霊とか苦手。ほら、この前もね。幽霊、霊安室？何か。気になるね。ダメだ。思い出そう。思い出せそうで思い出せない。霊安室に何かあるのかな？そういえば行ったことない。どこにあるんだろう。看護師さんに聞いてみようかな。看護師さん、霊安室の場所なんか聞いてどうするつもり？あの、霊安室ってどこにあるか教えてもらえますか？霊安室ですね。診療棟の地下にありますよ。あの、何か？いえ、ありがとうございました。地下か。面白い子って言われなかったな。いや、だって、変なこと聞かなかったでしょ。ああ、面白いな。地下だから、階段で行けるのかな？こっちにはなさそうなんだよ。違う、行けない。これで。地下、B1。誰？知らない人。やっぱり興味本位で霊安室に行くなんてやめとこう。怖いんですか？でもここ何か懐かしい香りがする。来た。あ、一木先生。ハルト君、このところ何してるんだい？あ、先生、その霊安室ってどこですか？霊安室ならあっちだけど、どうして？僕の父さんが死んだって聞いたので、おう、霊安室に行けば会えるんじゃないかと思って。今霊安室には誰もいないよ。そうですか。大丈夫、別にいいんです。父さんがどんな人だったのか見れるかもって思っただけだから。ハルト君のお父さんはここで働いていたの？さあ、わかりません。僕も知らないんです、全然何も。でもさっき看護師さんから父さんが死んだって聞いて、もしかしたらって思っただけです。そう、お父さんのこと残念だね。じゃあまた。お父さんって爆破事故で死んだんだっけ？違うか、それは関係ないんだっけ。いや、関係あった気がするけど。はあはあ。ハルト、どうしたの？そのカケルから聞いて、ハルトのお父さんのこと。やっぱそうだよね。そう。私は家族がいないし、その、みんなみなしご。ハルトの気持ちはわかんないけど、でも、ハルトが悲しそうだと、みんなも悲しいだろうし、その、みなしごってわけでもない。みんな、元気になって欲しいっていうか。葵、もしかして慰めようとしてくれてるの？ごめん、うまくできなくて。ふふふ。あはは、変なの。えへへ、大丈夫だよ。別になんとも思ってないから。それは嘘やろ。そっか。そうだよ。だって、父さんなんて会ったこともないし、どんな人かもわからないんだからさ。どこで何してるのか、何歳なのか、誕生日がいつなのかだって知らないし、身長だって体重だって好きな食べ物だって知らない。きっと父さんに直接会ったって気づかないし。ああ、またそういう、会ったことないんだよな。会ったことも話したこともない人が死んだって聞いて、そんなの悲しいって言う方が変だよ。ハルト、
そうだよ、看護師さんが落ち込んだ顔で父さんが死んだって言うから、どう答えたらいいのか分かんなくて逃げてきたっていうか。ちょっと気になったからここまで来ただけで、別に悲しいわけじゃないし。それにほら、天国？地獄かな？父さんが死んじゃったんだ、だら、死んじゃったならどっちかに行ってるんだし、きっともうすぐ会えるよ。俺も心臓がだからな。どうせ僕ももうすぐ死ぬんだしさ。そしたらいっぱいお話もできるし、ちょうどよかったよ。うん、よくない。私はハルトが死んじゃったらとっても悲しいよ。なんで？大丈夫だよ。きっとすぐに悲しい気持ちなんてなくなってどうでもよくなるよ。それにほら、葵の病気ってもし悪くなっても肺を交換したらよくなるんだって。だから僕が死んだらその肺を移植してもらってさ。そしたら葵も元気になるし嬉しいでしょ。肺の移植ってできるのかな。うん、そうだね。ありがとう。あ、そのごめん。うん、いいの。私こそこんな時にごめんね。葵、本当に大丈夫、わかってるよ。じゃあまたね。はあ、持ちつ持たれつな関係だな、ここの子供たちは。ハルトくん、元気出して。うん。ねえ、なんで葵にそんなこと言っちゃったの？それは父さんのことをいろいろ喋ってたら勢いで。やっぱりお父さんのこと悲しいよね。うん、もちろん本当に悲しいって気持ちもあるんだけど、でもやっぱり父さんは会ったこともないし、なんか実感がないっていうか。小さい頃の思い出とか全然ないの？ない。お父さんにもらったものとか、それもない。というか、そもそも最近もらったものってみんながくれたこのカメラくらいしかない。あ、そのカメラはあげたんじゃなくてハルトに預けてるだけだけど。それももらえてないよ。そうだった。かわいい。なんかはあ、そんなにカメラ欲しいの？いや違うよ。ま、葵もいいって言ったらカメラあげてもいいよ。そのためにはまず葵と仲直りしないとね。うん、でもなんて言えばいいのかな。ハルト君、素直に自分の思ったことを言えばきっと伝わるよ。うん、そうだね。正直が一番だよ。素直に正直にか。そうそう、私もほのかや葵には隠し事せずにいつも素直にいろいろ話してるよ。私もさきちゃんや葵ちゃんに隠し事せず話してるし、これからもずっとそうだよ。ね、素直さがあれば他には何もいらないよ。そっか。そうだよ。あとは何かプレゼントもあれば完璧。え、他に何もいらないって。あ。さっき。まあまあ、大丈夫。プレゼントって言っても何でもいいんだよ。何でもか。うん。わかった。ちょっと考えてみるよ。それに葵から許可もらってこのカメラ欲しいしね。私はあげるって言ってないよ。え？あはは。楽しそう、この子たち。さき、ほのか、ありがとう。こんな大人っぽく喋る子供たちいます？そんなツッコミ言えんなよ。素直と正直か。リアンしていかんのか。そうだ、さっきの看護師さんに。一回。リアンしていかんくていいの。本性。聞きたいことがあるんですけど、あ、さっきの霊安室の場所ですか？いえ、何聞くの？どう話しかければ興味を持ってくれるか教えてください。へへ？変なこと聞いてるのはわかってるんです。でもどうしても聞きたくて。はあ。さっき場所を聞いたとき、看護師さんは普通の感じでしたよね。でも普段はもっと親しい感じっていうか、違うと思うんです。なんでさっきは普通だったんですか？親しい感じ？ふ。なんか君面白いね。そうだな。よくわからないけど、最初に聞かれた時普通だったのは君の質問が普通だったからかな。普通。そう。想定内っていうか、場所聞かれるって普通でしょ？でもね、今の話は結構面白かったよ。それはどうしてですか？
どうしてか、そうだね。やっぱり意外性かな。まあ言ってみる、言ってることはちょっとよくわからなかったけどね。でもすごく切実そうだからギャップで笑っちゃった。なるほど。ありがとうございます。あれ、もういいの？え、あ、はい。そっか、私は練習台か。うん、でも頑張ってね。最初は真面目な話、そこからギャップと意外性ね。失敗してもめげちゃダメだぞ。はい、なんか勘違いしてるぞ。勘違いはしないのかもしれない。そうだ、失敗したっていいんだ。やってみよう。タイムリープすればいいんだ、また。よし。行くの。まかり通る。お、いける。は、あれ違う。は、あ、違う。え、どういうこと？話しかければいい。こう来たのはなんか理由が。はい。あの、石内部長の話がしたいんですが、お約束はいただいておりますか？いえ、ありません。ではどういったご要件でしょうか？ LMD のことについて知りたいと伝えてください。かしこまりました。少々お待ちください。LMD について聞きたいという子供が来ています。私が石内だ。どうも、はじめまして。ああ、それで私何か言おうかな。あの、4階で話しませんか？4階に行き。さっきはここで話すのが好きなんですよ。君の友達かな？今日は、石内さんがさっきの父親だって聞いて、伝えたいことがあってきました。父親、それはどこで聞いたんだい？僕にはリクって友人がいるんです。知ってますか？いや、知らないな。伝えたいことっていうのは、そのリクに関わることなんですけど。ああ。何をする気だ？リク、あなたの娘に惚れてますよ。そうか。は？意外性。意外性でしたよね、これ。気持ち。ちょっとこのまま行くか。ちょっと長く なってますけど。20ぐらいまで行こう。OK、セーブする。セーブしたつもり。その、それが私に伝えたいことなのかい？いや、だって、あれはかなり惚れてますよ。石内さん、お父さんとして絶対気をつけた方がいいです。その LMD のことを知りたいっていう話は。あ、それはただ話を聞いて欲しかったからそう言っただけです。違う角度から攻めすぎてない、ハルト。そんなことより聞いてくださいよ。リクのやつ今は興味ないふりしてサキたちと会うのを避けてるんですよ。どう思います？どうって、ふふ、ははははは。君は面白いな、ははははは。もう笑ってる場合じゃないですよ。いやいやいや、すまん。でもな、はははは。このままじゃリクのやつ、思い詰めて無理やり娘さんの唇をなんてことになるかもですよ。な、それはダメだ。無理やりなんて。それにまだあの子にはそういうことは。いや、父親がそういうことを言えば余計に。何をブツブツ言ってるんですか。とにかくリクを止めてくださいよ。はは、悪いけど私にそんな資格はないよ。それにどうして君はそんなことを頼むんだい。それは、なんだ、もしかして君を娘に気があるのかい？あの、僕には昔好きな女の子がいました。でも、数年前死んでしまって。そうだったのか。はい。そして、今僕はその女の子の心臓を移植されたおかげで生きています。僕は女の子がなぜ死んでしまったのか、詳しくは知りません。すごい、遠回しに関係者だというのを少しずつ明るみにしていっている。でもそれがもし誰かに利用されたせいだったらとても悲しいと思います。なるほど。君は知っているのか。石内さん、さきは大事な友達です。でもほのかも大切な友達なんです。心臓移植のこと考え直してくれませんか。少し考えさせてほしい。それって、あくまで考えるだけだ。石内さん、いえ、さっきのお父さん、ありがとうございます。
君、名前は？空木ハルトです。まさか。そうか、君がハルト君か。そうか、そうだったのか。ふふ、ははははは。何をしている？ハルト君、一つ聞かせてほしい。君がさっき言っていた死んでしまった女の子というのはリボンをつけた子で間違いないんだね。はい。そうか、なら仕方ないな。ふふ、なんだ？わかった、ハルト君。君の言うことを何でも一つ聞こう。何でも一つ？シェンロンか、お前は！本当ですか？ああ。願いを、言え。それで、本当のところ何を聞きに、いや、言いに来たんだい？聞きたいことって一つだけしかダメなんですか？うん、ああ、別に本当に一つだけなんて言わないさ。じゃあ、まずは LMD について教えてください。患者を見殺しにしているというのは本当なんですか？見殺しか。確かにそうなのかもしれないな。ただ、本当なのかと言われても答えようがないよ。私は医師ではないからね。じゃあ質問を変えます。LMD が治らない病気だというのは事実ですか？本当は治るんじゃないですか？ LMD は15歳頃発病し、臓器移植手術を受けなかった場合の3年生存率は 0%。そう聞いている。15歳頃発病し、うん。なるほど。理解しました。はい。何歳なんだろうね、今。今まで疑ったことはなかったが、確かにこの病院ならそれも嘘ということもあり得るかも。あ、これが嘘ね。ただ実際のところどうか、それは私にはわからないよ。じゃあ、臓器売買のために LMD 患者を見殺しにしてるっていうのは、さっきも言ったように見殺しにしては、についてはわからない。だが確かに臓器売買は行われていた。それは事実だ。と言ってもあくまで昔の話だが、昔の話って、じゃあさっきのことは？そうだ。娘のことが7年ぶりの出来事だよ。まあ、娘の件は少々事情が違うが。第二診療棟の地下室は、あれは何なんですか？不正告発の資料がある地下室です。そうか。あそこのことまで知っているのか。あそこにあるのは昔の LMD 患者の治療記録や手術記録、そして病院の不正の証拠だよ。あれの存在でいろいろな人を黙らせているのさ。バラされたくなければもうこの病院には関わるなとね。ん？病院が自分たち自身の不正でいろいろな人を黙らせる。ああ。謎が分かったけど、ああ、そうだよ。7年前に病院の経営層、特に院長が交代してね、いろいろ変わったんだ。ちょっと待ってください。じゃあ今の病院の偉い人は、いい人ってことですか？いい人。か、それはわからないな。本当にいい人なら今までの不正も公表するだろう。確かに。つまり何か考えがあるってことですか？さあ、私には院長の考えはわからないよ。院長。院長が何か今度は、新しい人物ができた。その院長なら LMD のこともわかるんですか？ LMD が本当に不治の病なのかも全部。ああ、わかるだろう。会いたいのかい？その委員長が不正に関わっている人たちの中で一番偉い人なんですよね。私の知っている限りではね。なら会いたいです。そうか、わかった。では私から話は通しておこう。菊水委員長は普段6階の委員長室にいるから明日にでも会いに行くといい。わかりました。ありがとうございます。石内さん急に協力的になったな。ああ。石内さんはどうしてこの病院に？ある人の紹介でね。おそらく君の思っている通りだよ。娘の病気のためにやってきた。そうですか。ありがとうございました。ハルト君、最後に聞かせてくれ。君は今でもあのリボンの子のことが好きなのかい？わかんないんじゃない？それは。もう。わかりません。記憶をなくしてしまったので。そうだよな。でも、確かに好きだったと思います。そうか、ありがとう。じゃないと二人きりで、なあ、病室に一緒にいたりとかしないよね。じゃあ。立石さん、あなたの勝ちでしたよ。誰?7 年前。はあ。
おいおい、ため息ついてないで仕事しろ仕事。その仕事がなくて暇なんですよ。一人か。ああ、さっきまでシンジがいましたけどね。切れてたんでコーヒー豆買いに行かせましたよ。どういう関係？立石さんこそどこ行ってたんですか？ああ、写真撮ってきた。あ、この人もしかして写真あげたって人。立石部長。部長なのにそんなんでいいんですか？ああ、いいんだよ。暇なんだから。病院の警備ってそんな暇なん？はあ。それで何の写真を撮ってきたんですか？ほら、見てみろ。あ、これはスキップ。ん？これどうせあれだろう。あの三人じゃないのか？羨ましいだろう。可愛い女の子が三人だぞ。カメラはその子たちにあげてきたよ。危ない子でし、危ない人でしょ。この写真。は、いや、え？立石さん、なんで？あ、石内のために撮ってきてあげたってこと？石内。俺はこの病院を辞めるよ。おお。なんで、院長たちにこんなことを、ん？あれね。そんで、院長たちにこんなことをやめるよう掛け合ってみる。え、いや、何言って。冗談ですよね。いや、もう決めた。本気なんですか？ああ、もともとお前を誘ったのは俺だからな。お前にだけ話しとこうと思って。そんなこと言われても俺困ります。この病院にいるおかげで、高額な治療が受けられるんですよ。それに、待っていれば移植手術だって、あ、同じ境遇か。何が不満なんですか？俺だって悩んださ。だがもう決めたことだ。そうだ。息子さんはどうするんですか？さっき、その息子に、ハルトに会ってきたよ。あ、お父さん！そういうことか。立石ハルトだったんじゃ、元は。いい性格してガキに育ってた。俺に、ずかずか物を言ってきてよ。そんでちょっと女の話でからかってやったら顔赤くして言ってた。好きな子がいるんだって。まだ10歳やそこらのくせに、ませたこと言いやがって。でも息子の惚れた相手だ。親なら見てみたくなるだろう。だからその後会ってきたんだよ。その写真の女の子たちにな。まあどの子かまでは教えたくなく、感じたけれど。なあ、石内。息子の初恋をさ、親なら応援したいだろう。でも、助からない病気だって。ならなぜ隠れて臓器売買なんてするんだ。そんなこと今更ですよ。立石さんだってそのおかげでそれが目的でこの病院に来たんじゃないですか。俺は息子に、お前の初恋の女の子を殺してその心臓を買ったとは言えない。そのおかげでお前は助かったなんて言いたくない。なるほど。立ち向かったんやな。石内。お前だって本当は同じ気持ちじゃないのか。俺は。俺にはわかりません。立石さん、殺されますよ。かもな。でもいいじゃないか。息子の初恋のために死ぬなんて、かっこいいだろ。俺が死んだらハルトのことを頼むよ。嫌です。娘の友達には会えませんし、会いたくありません。情を移したくないんですから。ないですからね。そうか。じゃあ、そろそろ。行くのか。立石さん、どの子なんですか？息子さんが好きな女の子。なんだよ、おいおい。やっぱ気になるのか？それは気になりますよ。俺の娘かもしれないんだから。ああ、確かに。そうだな。じゃあ、かけるか。かけ？ああ、お前が勝ったら何でも言うことを聞いてやるよ。いいですよ。俺も負けたなら何でも一つ言うこと聞きますよ。よーし。なら、俺はこのリボンの子だな。みんな可愛かったけどさ、ピンときたよ。ハルトの好きな女の子はこの子だってな。俺はまあ、左の子かなっていうか、自分の子供ですけど。
別に親バカとかじゃなくて、3人の中なら絶対俺の娘が一番ですよ。うん、そういうもんですかね、やっぱね。ははは、そうだな、そうかもな。で、正解はどうやって調べるんですか？あー、わからん。わかんねえのかよ。いや、それじゃ賭けにならないですよ。まあ、いつかわかるさ。いつかって、それじゃ俺。石内、お前を巻き込むつもりは最初からないよ。立石さん、代わりじゃないけどさ、その写真、お前にやるよ。お前の子供とその二人の女の子、仲良さそうだったぞ。いつかお前も会ってこいよ。背伸びた子供にさ。じゃあな。なんで知らないっていう手にな、あ、そうか、消せるんだもんね、記憶はね。そういうことか。おせ、でも鈍感だな、俺。うまくいったんだよね。うまくいったんだな。うん、このまま一人でできるところまでやってみよう。今回ルクはノータッチで。もう一回家戻ってるよね、多分ね。え、もう寝るの？もうそんな時間？寝よう。もう寝る。次の日。よし、院長に会いに行こう。行動力よ。今回もお父さんはいない。そうだ、このタイミングあんまり関係ないんだよ。一木先生が多分全部消したんでしょう、子供たちの記憶を。火曜日で6階だっけ。でもまだ朝だしちょっと早かったかな。ここだとリクに会いそうだし、中で少し待ってよ。あ、この間の、では昨日の、あら、君は昨日の、ハルトです。あ、ハルトくんね。また昨日みたいに女の子に声かけてるの？ここは病院だからそういうのはダメだぞ。ちょっと違う。いえ、そういうのじゃないんですよ。ふーん、ほんとかな。じゃあ何してるの？それは、あ、誰？楽しそうだね。俺も混ぜてくれないかな。この人も院長もしかして。あ、ペンキの、ペンキ？あ、昨日のね。そうか、見られてたか。ええ、まあ、見てないけどね。この子とお知り合いなんですか？院長、やっぱり。え、この人が、ペンキの人がね、院長。ああ、知り合いってことじゃないか。ね、空木、春人くん。あ、そうか。話を通してあるんだもんね。そうなんですか。じゃあ、私は失礼します。あんま偉い人の近くにいたくない心理みたいなのありますよね。わかる？わかんないかな。こう会社にいる人とかだと、急にね、こう部長とかこう部内に来るとなんかそわそわするみたいな。わかんないか。ごめんなさい。それで、この世界は何度目だい？知っとる。この人も。知っとる。ここにたどり着いたと。ようやく昨日の自分エンドといったところでですね、今日は長くなりましたけど、この辺で終わりたいと思います。で、ちょっと今日ね、長くなった理由がね、まあ、毎回ちょっと長いですけど、30分超えだったりしますけど、一つ、ね、皆さんにお知らせしたいことがありまして、この7年後で待ってるこのチャプター20でちょうど半分らしいです。なのでめっちゃ長くない？もう半分あるってことですよ、このミステリアスな作品ね。え、折り返し長いと思いますので、もしね、ちょっと待ち遠しい人はぜひプレイした方がいいかもしれない。自分でその方が早いかもしれない。はい、どうしても待ってるよという人はね、時間があるときにゆっくりご覧ください。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。